はい、どうも、キットレビューです。カメラに映りきっていないと思いますが、ドラゴンの72分の1スケール、アポロ11号、サターン、V 型ですかね、5型ですかね、のロケットです。いやー、でかい。比較までに、比較対象に、これスタリオンの箱です。厚みもね、結構あります。で、一応これ、箱、こういう風に感じでね、ちょっと、変形しちゃってますけども、これ確認というか、まあ、問屋さんからあらかじめ聞いてたんですけども、入ってきたキットが、全部、こう、箱が変形していたりとか、中には破れていたりしたものもあったらしいです。で、その中で一番綺麗なものを、送りますっていうふうに言われました。なので、多分、なんかあとメーカーには5つか6つぐらいしかな、メーカーというかまあ輸入元のプラッツには5つか6つぐらいしかないらしくて、多分これからね注文される方はこれよりも箱の状態は悪いと思っていただいた方がいいかなというふうに思います。で、一応これね、ご注文いただいた方、まあ許可いただいて撮影させてもらってるんですけども、その方にもね、一応こういう感じですよっていう話をさせてもらってまして、で、これで、っていうことになったので、これで紹介させてもらおうと思います。で、大きいので、ちょっとね、箱をね、よっこいしょ。よっこいしょ。よいしょ。久しぶりにカメラをね、手で持って、やろうかなというふうに思います。よいしょ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 。で、自分はそのロケットの、プラモデル自体をね、ちょっと作ったことがないので、というか初めて見ました、今回。ロケットのプラモデルはね。こんな感じでね、こう、筒っぽが、いっぱい入ってる感じになります。で、これは貼り合わせてやるみたいですね。で、なんかこのロケットのプラモデルは大体こんな感じらしいです。部品点数もね、72分の1。基本的にロケットのプラモデルって、144分の1とか、200分の1とか、アポロ11号のステッカーがついてますね。とか、そういうサイズなんですね。お、すごい。金属の棒まで入ってますね。説明書どこ？説明書どこ？説明書はどこだ？あった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 。よいしょ。でかい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。こんな感じですね。部品点数はでも言うほど多くないのかな。同じようなパーツが多いっていう感じですかね。あ、一応。クレオスの塗装指示もありますね。これは笑うしかない。これですね。これはこういう感じでね、マーキングのデカールのありますけど、あ、アポロ11号、あ、そういうことか。ってことは、切り離しの様子はさすがにそこまではないか。別で作って並べてねっていう感じですかね。ひえーという感じではありますけども、部品一個一個が大きいんですね。そんな部品点数が多いっていう、まあ多いっちゃ多いですけど、びっくりするほどでもないのかな。こうして見ると少なく感じますけど、一個一個が大きいのと、やっぱりちょっと、こういうね、細々したものはありますので、その辺でね、余計大きく感じるっていうのは、大きくというか多く感じるっていうのはあるのかもしれないですね。よいしょ。いやー、これ初めね、注文したいんだけどって言われた時に、え？スケール72分の1ですか？こういう感じでね。これ組み立てるとどれぐらいの大きさになるんだ。1メートルは超えるでしょうね、多分ね。これね、一個一個が
大きい塗料をどれだけ使うのか分かりませんが、一応ね、よいしょよいしょ、ファーストステージ、セカンドステージ、サードステージ、ルナモジールアダモジュールアダプター、ランチエスケープシステム、コマンドサービスモジュールっていう感じでね、これね、宇宙ですよ宇宙。こういう感じでね、いやこの CG だけでもね、うおーっていうふうに思うと思うんですけど、 NASA の50周年記念、月面着陸50周年記念で2013年が、初版みたいです。で、今回ね生産されて、これ定価がね税抜きでよっこいしょ18,500円と、まあお値段もそれなりにしますがいや大きいです。というわけでですね、今回紹介させていただいたのはドラゴンの72分の1スケールの、アポロ11号サターン V 型5型ロケットでした。ご視聴いただきありがとうございました。